ルヴァンカップの対戦も含めてかなり対策を打たれて、まあ、敗れてしまったという形でしたから、はい、まあ、そのリベンジという気持ちは強いんじゃないですかね。名古屋ボールで注目のゲーム前半がスタートしました。家永上り里フリーでクロス、レアンドロ・ダミアン、最終的にはファールで、先ほどはファーを狙った中村健吾です。10分を経過したところです。センターへ JJ、 完璧に合いましたけれども、まあ、入れ替えるターンオーバーをまめに行ってますが、森田は結構出ずっぱりだったりしますからね。マテウス入れた、金崎落とす、阿部が来た、こぼれ球前田のフィニッシュ、コントロールショットわずかに左、ただこう1枚にマテウス合わせてきましたね、はい、落としたスペースもよく見えてましたけども、森田ですね、ここもそうですね、最後もう少しカーブかけたかったですかね。前田からすると山田さん、一番内ごろのボールが来たじゃないですか。そうですね、少し時間がありすぎたかもしれませんね。家永、レアンドロ・ダミアン、田中を、うん、さらに山根、うん、ランゲラックです。家永、中村健吾は左を使う、上り里、田中を右足、いやーシュートまで行きました。まあ本当に今森田が出ていった時にそれを感じる阿部の動きも早かったですね。山根が行く、山根ミドルもあります、山根ランゲラック、さすが名手ランゲラック。ボランチの脇でサイドバックがもらって、そして自分で運んでシュートの質も高かったですね。ただランゲラック素晴らしかったですね。山田さん、このランゲラックの弾き方もやっぱり技術が高いです、ね、谷口はセンターです。速いボール、さて今度は田中碧が蹴ります。ちょっと下がったところに中村健吾、田中入れます、ニアサイド流れた、三笘が決めて先制、川崎、ニアでのフリック、さあフリーで合わせました三笘。最初谷口ですかね、ニアで触って三笘よく準備できてましたね、インステップ気味で蹴りましたかね。もうとっさに来たボールに対してインサイドではなくそのまま叩き込みましたね。ここで少しステップ踏んで準備してますよね、狙ってましたね、はい、流れの中ではなかなかゴールが生まれませんでしたが、セットプレーで動きました。さあ後半スタートです。エンド変わって右に川崎、左から右へ白の名古屋、ヘディングシュート、谷口です。これも同じでしたね、田村健吾合わせてきた、ジェジエウ、あ決まった、少し引っかかりきらなかったか分かりませんけども、少しマイナスの方でしたよね。もう少しゴールに向かうボールをイメージ、中村健吾と阿部がタッチをしました。あ今度は変化をつけた、中村左足ファーヘディング、またジェジエウ、セットプレー3発、今日は空を制します、川崎フロンターレ、変化つけましたね、はい、これも質高かったですね。少し狙ったとか違う、左足に多分中村健吾来たんだと思いますけども、それでも冷静に、ファーサイドピンポイントのところですね。JJ も少しスタンディングのような形になりましたけども、ここからファーサイドに持っていける背筋がありますからね、はい、強かったですね、完璧ですね。少し山なりのボールにすることによってランゲラックが触れない高さになりましたね、青だけ、マテウス落としてきた、落ちきりませんでした。
スルーしてマテウス、あーオフサイド、ここでフラッグが上がったようです。いいシュートでしたね、うん、降りるタイミングにしっかりと清水も合わせましたし、シュートも素晴らしかったですけど、チョンセラもいい準備できてましたね、はい、このパースピードでそのまますぐ飛んでくるとちょっと遅れることはあるんですけども、まあ、予測ができてたんでしょうね。車屋が出てきました。斉藤学、代わって入った2人です。斉藤クロス、うん、シュート、脇坂伊藤が前から追って、それに山村も反応、ランゲラックはつなぎます。試合終了、リベンジ達成、川崎フロンターレ3対0、名古屋グランパスを下しました。